まず背景から描いていきまして、顔の陰影をつけていっております。パパパパパと。で、ピンクの、シャツが美しい。そして2層目ですね。2層目を描いていってます。少しずつ細い筆になっていて、細かい描写をまずしてみて、全体の中でバランスを見ながら画面全体を進めていきます。髪の毛も少しディティールを描いていって完成です。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。